しかない。行くしかもない。重ねていくようなしっかり流れを途中にできるような形で、できたらいい。そんな流れを作ってほしいところでありますが、宮間真由選手、今日はバッティングを見てほしいとコメントいただきました。好きな言葉は笑顔。おっと。信じていい笑顔を見せてほしい。大阪で見せました。帰ってこれる。やりましたやっとここで5番セカンド襟筋は縫う重いムードがねあったんですけれども軽くなったので感じるんですよね。アイサンスの山田哲人さんに会いたいというねメッセージもジャンジャンいただいてますよ。お登場さんにそうですね、あの女子野球の一つの特徴で、はい、このライトゴロがあるっていうのがあるんですね。